量多すぎないですよ。ドライバーさんほど振らないですよ。これは取ったよ。おーすごいな。ご覧のように前回はよっちゃんがスイクソンの Z フォージドアイアンを取得し、それから購入っていうところまで行きましたね。それじゃあ今回はガー君とツナの、ゴルフクラブの購入早速見ていきましょう。どうぞ。もう、全然いいっす。光邪魔。これっすか。それはピント合わせるんですよ。でも、ね、飛んどる。アイアンの顔。一番長いアイアンでどれぐらい飛ぶの？一番長いアイアンが150か。うん、全然飛ぶ。全然飛ぶ。まあ伸びら練習すら飛距離は。あとはね、慣れですよね。これはもう。これ余裕ちょっと俺も打ちたいんだけど。ダメ。いや手袋は。これも取れた。取れたらしい。コピコしとったら。うん、取れ。いる？はい。俺のアイアンなくなった。気づいた。俺のアイアンありがとう。飛びすぎだろ。巻いてるジャクソン、めっちゃ飛びすぎだろ。240やろ。これカオさんの4番アイアンいけるじゃん。僕7番アイアンやっていいですか。いいよ。あれ790どっちもシャットがあったんで。もう出すもどっちも DG 終わった。そうです。手袋を貸してもらって。あ、すいません。あ、みんなのぬくもりを感じる。うん、重っけえな。来ません。全然違う。ちょっと待って。重てって何の話。体か。あ、いいね。リズムいい。お腹が見えたぐらいがちょうどええよ。やっぱ見える。入念な素振りをして。いや、当たらんすよ、絶対。ボールが近い。ボールの位置が近いって。あ、消えた。あ、ついた。なんか多分こういう円があって、何点。これにしとけよかった。さっきから全然当たってないよな、押さえていて。こういうんだね、これ極低いんだわ。やば。 0.5 ヤード。そしてここからはご飯のかかったニアピンバトルの様子をご覧ください。140ヤードですよ。140ヤード。
飯のかかったバトルです。ニアピンバトル。7番しかないんで。プレイヤーは。プレイヤー1の1回目のデータです。1周目は練習、昼飯をかかってる、昼飯かけたニアピン勝負。ちょっと力んでるんじゃないの。ちょっと出てる、もう悪ねえ、あ、これ悪ねえ、うわ、やばやばやばいな。次が当たったの。1回目のやつ入れるの。どうする？入れるので、1球目は練習ってこと。1回目は練習ってこと。できんじゃん。でかそうだな。それパワフルだもん。体が。いや、軽く振ったつもりなんですけど。体がパワフルだもん。あ、でも、こんなもんか。あ、めっちゃいいやん。ぴったやん。あ、でもピンまで、うん、ずれとるからな。やばいな、これ。え、これなん、もうこれで終わりなんですか。次、いや、もう一回。でかい。そう。5秒で全然違う。僕が今最下位です。今ね。うん。ええ、この勝負おもろくなってきた。ちゃんと測れたらおもれ。車を出してもらって昼飯を。それはちょっと申し訳ねえからな。よっちゃんに優しいとこ出るかもしれないな、それ。めっちゃよかったね。台出していこう。なぜだ、なぜだ、なぜだ、出ろよ、今のは、今のは出ていいよ。左だったらいいよ。ダメって。いいの、今のいい。出る、出るな、出るな。よし、出る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 。今めっちゃ良かったよ、めっちゃ。めっちゃ良かった。あ、大きい。けど縦が、あ、横が合っとるけ。やば、俺最下位だな。腕はこれだって。あんなにか。マジで。俺もだいぶ抑えたんだけど。やろう。ちょっと画面切れないで。OK。たっちゃん。なんか距離ほんまぴったしなんだよ。めっちゃいいよ。入るんじゃない？入った入った、おい、あ、入った、やば、今入った。やばさすが自分のクラブ、自分のクラブでも無理やろ。コースでしてよ。そもそもこれ下手したら終わるよ。これ僕終わりっすよね。変な音したらな。うん、あ、一人だ。あ、大きいんじゃない。一人だ。終わった。いやでもいいんじゃない。おお、負けたんだねこれ。いやいや、俺16とか多分。あ、そうか。うん、これは12ですね。みやさんも12ぐらいですね。これどうやって見る。これですか、これか、これちょっと一回見たいな。ピンまでって書いてるよ、これ。プレイヤー2が11、俺3やろ。 俺これだろ。あ、そうだ、11.7、 1.1 がおる。この時点で俺でも綱島より A 系な。そうだ、もう負けっす。俺勝つな。多分人生初の購入はするするやん。
言えるな。ゴルファー保険出んね。よし、出ろ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 、よしよしよし、いく。これもうヤーちゃんになるの。ヤーちゃんの負けよ、これ。ヤーちゃんの負けですよね。もう分からんよ、分からんよ、分からん。プレイヤー3の人は、あ、じゃあ3が一番ベッドかだけ出んだから、分からん。プレイヤー3、やっぱ 16.6 や。あー、ほんまだな、そういうことか。おかしいな、ガサが腹立つよ。え、これ俺まだ分からんよ、今までを話して、2勝負。いや、俺はさすがにそれは悪いなと思ったよ。何も変わんしな、さすがっすね。そこはやっぱやりたいなって思ってたよ最初から。いけろ。うわ、めっちゃ LINE 出たの、来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 たの、でも、6ヤードとか5ヤード、うーい、近い。リングもアプローチ、うん、え、ちょっと悔しい、ちょっと。いや、これ取っとって。プレイヤー1が、プレイヤー1誰、プレイヤー1が沢さんです。プレイヤー4が、プレイヤー4が南さんで、はい、プレイヤー2が僕です、はい。で、プレイヤー3が、プレイヤー3が、やーちゃん。ビンビンさん。そんな。そんなドラコンやろ。ああ、もうやめよ。もうやめよ。もう。携帯映るんですよ。あ、携帯が映ってるんですか。これ撮ったやつがインカメできんから、できんから。店長、店長、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、それ映ってないの。店長、店長、ありがとうございました。ありがとうございました。高橋さんまだ買ってないんで、怖っ。普通のボーナス入ったら、去年みたいに爆買い。ああ、そうそうそう、爆買い中国人やから。そうやな、去年あれか、ニューバランスの服とか、ニューバランスとキャメロンのパターンと、あと、あとあれ、4U、めちゃくちゃ買ったよな、俺。なあ、俺あれで、もう一人で来るっていう。そうなん、そうなん、俺一人で来る。なんだっけ、友達のゲームの配信しとるときにおかんが乗り込んできたから、あんたこの請求何って。びっくりしたよ、マジで。そん時のやつは。ちょっとまた、はい、かかるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ただ願いします。はい、はい、ありがとうございます。住所だけ送っておきます。はい、ありがとうございます。よし、わしは週間くれ。みんなみなぎし買ったな。買ったな。気が済んだ、気が済んだ。つなちゃん、はい、買った、嬉しい。買っちゃったよ。買っちゃった。いや、わからんけど、まあ、え、だろ、まあ、え。もう出せ言われんじゃん。ん、ああ、もう出せって言われるな。バカバカアバカ一気。いや、俺チョコミントマジ最近好きなの。まあ、タピオカやろ、ちょっと怖いけど。サマーレモネード、これタピオカ入ってる。いや、入ってね、めっちゃうまそうだよね、タピオカ入ってる。あ、全然俺、それでもな。いや、めっちゃ期間限定うまそう。サマーレモネード。え、じゃあチョコミント800円。L やん。でも100円マイナスだけど。ああ、そうか。俺、サマーレモネードでは。まあ、男気？せーの、男気じゃんけん、ほい。これな。かっこいい。あざーす。
兄貴あざっす。こんにちは。誇張しとるくらいだから違うから数字ちょっとそうでもねえってうわあ勝負に負けたやねえか。はい、よいしょ。一人ボール今にしといてほんま奇跡の男あれ入ったっすよね。やっぱガク動画用に調整してくれた。そう、あのやっぱうぜやっぱあれよな、なんて言うんだろう、レール乗っとったの。レール、ライン乗っとったんだっけ。初めてライン、そういうレベルだね。レールもな、レールシンプルまっすぐ、このレールが敷かれとったんよ。これまっすぐですよね。これもしゴルフ動画撮り始めたら、これレール乗っとるっていうの多分パワーワードになってくる。これ多分レール乗っとる乗っとる。ちょっとパターのちょっとレール見てくれ。じゃあパターの方はラインなんで。あ、そうなの。アイアンで、そう、もうそこからもうレールができてる。転がすのレールって違う、もう道ができた。そういうブリッジのような、そうそう、どっちっすか、ブリッジのようなレールができて、右行けるん、これ狭そうだな。行けるブリッジのようなレールが、そう、こういう放物線を描く、心身を描く放物線は心身の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。ファイッ、栄光への架け橋だ。というわけでご視聴ありがとうございました。今回の動画で得た一番のものは、クラブでも昼飯でもタピオカでもなく、レールっていうわけわからんパワーワードでしたね。これからのこのチャンネルのゴルフ動画の鍵を握ることはまあ間違いないでしょう。それからですね、ゴルフのラウンド動画も近日撮影してあげる予定なのでお楽しみに。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。前回同様、概要欄に鶴屋姫路南店さんのホームページの URL を貼っているので、興味がある方はぜひ足をお運びください。それから Twitter のフォロー、チャンネル登録よろしくです。それじゃあまた。